안녕하세요이리노이문입니다네안녕하세요안녕하세요では韓国について語っていくのが楽しみです韓国チャンネルこんにちはアンエリです今日はアルバイトをして食べたいものを食べておしゃべりをする動画ですもっと動画見てこれなんかチーズ麺なんだけどめっちゃうまそうだしな銀のスプーンと箸やばでご飯もセットしちゃったで下になんかこれチーズで麺がチンしたんだけどで私これずっと食べたかったんだけど水餃子入りにしちゃったどこに入ってんの水餃子待ってすっごほらうん美味しそうじゃないマンドゥマンドゥマンドゥサランヘー韓国みんな行ってるんだじゃあやっぱなんかめっちゃ YouTuber の人が韓国行ってみた動画が今大量に上がっててでもどの YouTube 見ても絶対うちらの韓国ブログが一番面白いっていう自信がある絶対ねえうまいんだけど韓国行ったらチャミスル飲んじゃう絶対飲める昔ほど本当昔の昔より酔うの早くなった気がする、ね、100だよ絶対やっぱだよね、うん、韓国に行ってた時さお酒にうちら酔うの遅くなかったなんかわかんないけどかすぐ酔っ払っているかは結構飲めたそうそうそうアンナとかめっちゃ飲めたんじゃん昔めっちゃ飲んでたもんやばい水みたいなめっちゃ飲んでたよね、うん、なんかあーってなるなんかあれらどこ行ったの多分やればできるのかな分かんない絶対なんか酔っ払うのが早くなったんだよねなんでだろうマジでうちらさ絶対朝カップラーメン食べんじゃん食べるそれとかも取りたい絶対取るあと朝起きてメイクとか使い合いでーす使い合いで朝メイクとかメイクして買い物行ってコーヒー行ってそうコーヒー韓国では絶対コーヒー飲むからおしゃれして全部取るんだよもう一泊でも二泊でも行きたいじゃんああそれは言えてるもしもうビザとかなくなったら、うん、来年とかうん普通になったら、うん、海外にも絶対行く他の国も行きたいけど、うんやばくない？うん。もう早くして。やばすぎ。早くして。早くそうなりたい。どういう？私の大好きなウーバーイーツを頼みました。これです。匂いやばくない？あ、出た。なんか。一回届けたことある。一回届けてくれた前の動画で。そう。中洲って旨辛鉄板。うん。うん。これマジ美味しいんだよね。ほらもうボブも興奮しちゃうほど匂いでボブ匂いやばそうでもさ人間でこの匂いだよ絶対やばいよねやばいなんかケンタロウとカンカンはフルーツが好きなのめっちゃえかわいいかわいいよね、うん、フルーツが好きでまあなんか食べさせていいフルーツは少量たまにあげるんだけど、うん、匂い鼻の匂いがさやばいじゃんワンちゃんってもう嗅覚えぐいもんねそうだから切り出したらもうってなるの分かるんだくださいってくださいってやばくないそうキャベツのキャベツとこれ何からしではやばいんだよね混ぜるんだけどビール系の味だよねきっとこれはねあ韓国行きたい韓国行きたい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 行くんだよ絶対行くんだよねてかもう我慢できないかも韓国行くまでと思ってオリーブヤングのなんか、ね、ネットで頼めるやつ見たんだけど全然種類なくて何が欲しいの逆にいやなんかなんかなんか欲しいオリーブヤングもなんか何でもいい何でもいいもうスキンケアでもコスメでも何でもなんかもなんかオリーブヤングから何かを届けてると思って見たけど全然届けてくれるものがなくてやめたけど韓国行ったらオリーブヤングね何買うわかんないあんな本当にやばいんですよオリーブヤングでカゴいっぱいに買うのやばいよねもういっぱいカゴにいっぱいだよオリーブヤング病気何をそんな持ってるじゃんなんて書いてあるか分かんないスキンケア買うの結構好きなんだけど冒険そう冒険みたいな何これ分かんないけど良さそうマジで行きたいあの空間最高でもパックとかパック欲しくない欲しいやっぱり絶対謎に洗顔とかも必要だし、うんあとなんかサプリメントとかもしれない。あるね。なんかやることなくてオリーブヤング、やることなくなるぐらい韓国行ってたじゃん。そうだね。もうね、あの時期は。どこ行くみたいな。行くとこないの？とりあえずオリーブヤングで行く。そう。どんだけ幸せな悩み。確かに。羨ましい。どれ食べたい？でもチキンが日本にない気がする。韓国チキン。ないな。なくないあのチキン。まあ、塩くまで行ったらあるのかもしれないんだけど、遠いじゃん。なんか鍋系も食べたい。そう、鍋系。
なんかわかんよくわかんない鍋いっぱいやない？辛い何が入ってるかわかんない。うん、いっぱいある絶対食べたいよね。朝4時とかにまだやってんのかな？やってるでしょ。あれがいいよね。友達のインスタ見たら昨日6時ぐらいに海苔巻き食っててやってなるなって思って見てた。冷麺すすってたな。ね。めっちゃ行きたい。もう本当行くんだけど。ジムジルバンとか行ってたよね。うん。懐かしくない？懐かしい。その時の思い出をこの間一瞬蘇ったとか見返した時に思った。スパ、ジムジルバン行って汗かいて、このままホテル戻りますみたいな。うちは動画撮ってたからさ、めっちゃ。それでも動画撮ってたのね。うん。めっちゃ面白かった。途中でなんかゴンチャがカフェ見つけて入って。そう、懐かしい。懐かしい。めっちゃ懐かしい。ゴンチャも日本になかったもんね。なかった。だからゴンチャめっちゃ飲んでて、韓国でしか飲めなかったもんね。あとエディアコーヒー、うん、エディアコーヒーね、めっちゃ懐かしくない？やばい。コーヒービーンとか、コーヒービーン絶対飲む。なんだっけあの甘いやつ、めっちゃ目にあるよね。絶対飲む。しんど。カフェインアレルギーとかどうでもいい。でもあんならカフェインアレルギーになっちゃった。なっちゃったけど、韓国やっぱじゃあ絶対飲む。飲んじゃう？絶対飲む。無理。どうするの？めっちゃ痒くなったら。うん、もうそれはやめる。韓国で痒くなりたくない。ね、それはやだね。薬、オリーブヤングで薬。うん、韓国で生理の時、生理痛やばかった時さ、もらってたじゃん、うん、生理痛の薬もらって買ってた、同じやつ。そうだよね。もう薬局とかにまで行っちゃってたんだから。そう、行っちゃってたから、マジで薬局。友達がいるからね、行けるんだけど、こんな韓国ペラペラじゃないから。さすがに薬とかわかんない、うん、怖い。タイとかね、行きたいもんな。行きたい国に全部友達いたらいいのに、うん、最高だよ、うん、だってさ、日本に住んでてもさ、海外から来た友達にさ、頭痛いんだけど、どの薬買えばいいけど、うん、あ、全然バファリン買ってきたよ、うん、さ、できる。なるよね、持ってるようなの。うんうん。そういうことなんだよね。持つべきだと思うの。絶対そう。世界中。リアルに3年ぶりだから。3年前ってうちら何歳？ 23 歳。ゆいのちゃんが23歳？ 4 歳かも。24歳か。私21とか、22ぐらいだった。3年で随分年取ったな。そうなの。なんかキャピキャピしなさそう、前より。そうなの、そうなの。絶対おとなしくてモテるかもよ。モテるかも。なんかあの時はさ、もうほんとこいつらギャングスター、派手な派手なギャングスターだったけどさ。え、もうね、黒髪の時行きたかったかも。あー、戻せば。絶対モテたよね。戻せば。でも金髪にできないもんね、戻したら。絶対黒の方がモテるよね。モテる、モテたいんですよ。モテに行く。韓国にモテに行く。やっぱさ、メイクとかも大事じゃん、うちらは向こうで。おしゃれなカフェにどんだけこう、そう、現地のモデルみたいに馴染めるかみたいな。とかあるやん、やっぱ。モデルとかなんかいっぱいいるもんね。めっちゃいる、めっちゃ高みたいな。絶対モデル、あ、絶対モデル。うん、なんなら見たことあるモデルとかさ、目の前の柿屋さんにモデル、あ、この人知ってるって、ね、とか言ってたり、ね、やばいです。モデルその世界線だよ。全然見かけたいんだけど、絶対見そう。だからさ、ドキドキするんだよね。それが私は韓国にいた時めっちゃ昔、車めっちゃ通ってるじゃん。で、うちらがいるとこなんて都会じゃない。言うたら渋谷とかさ、なんかそういう感じじゃん。うん、絶対に、うん。うちらはさ、渋谷とかにいるじゃん。東京だったら。だからっていうことは、向こうのスターとかアイドルもあの渋谷みたいにその辺をこう車で走ってるんじゃないかって。さすがに通るじゃん、車では。うん、いや、その時に、なんか何あの子って車の中から、思われるかもって思ったよ、信号待ちとかこうやって。スモーク焚いてる車とかアイドルかなとか思ったりしてた。真っ黒のバンとかね。そう。でかいぞ、あの車。絶対かわいい。やったアイドル、芸能人みたいな。日本人の男の子モテるらしいよ、韓国。え、なんでだろうね、優しいからかな。優しいし、韓国人は韓国人でさ、遊んでるわけ、いっぱい。そうだよね。だから、韓国人同士でね。そう、観光客が来たら面白いんじゃない？あげーみたいな感じなのかな。へ、うん、モテモテだったんだ、うん。いいね。なんかそれ楽しいよね。だってモテるのなんてさ、人生さ、何回でもさ、モテてたいじゃん。モテたい。可愛くして、写真撮って、いっぱい写真撮って、ムービーもいっぱい撮って。また3ヶ月ぐらいその余韻に浸ってやばそう。マジで本当にうちらがおすすめするお店とかカフェとか本当美味しいよね、うん、だから今から韓国行きたい人とかには見てほしいよね、絶対、うん、絶対見てほしい。その動画めっちゃ見ちゃいそう。これ見ちゃう、やばくない、うん、でもインドも最近さ、昔のアルバムでさ、スクロールしたビデオでさ、うんうん、
もうこう日本韓国日本韓国日本韓国みたいな、もう韓国でめっちゃ動画撮るからやばいよね。韓国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 また韓国韓国日本より動画撮ってるね、韓国での。しかも空港から撮ってない、もう羽田から成田とかめっちゃ長いバスから撮ったりしてるわけ。なんかマジでリュック1個とかで行ってたのこちら本当に良かったよね。でもあの時代、うん、なんか遊ぶことに全力で良かったって今思う。確かに、あ、思い出すと面白いね。だからやばいと思うよ、次行くとき本当に興奮して。ちょっとやばい、面白いかも。もう飛行機が超楽しみだ。飛行機がもうやばい。もう飛行機に乗れた瞬間やばそう。ちょっとさ大変じゃん今 PCR いろいろしたりなんかして飛行機乗るまで超大変そうだもんね。ドキドキするじゃん。で乗れるってなって乗った瞬間のやばそう。これって非韓国行きですよね。着いたらもう起きたらもう韓国ってことですか、no. みたいな。簡単には戻れないってことですよね。確かに結構さ国またぐってさ 今は結構やばいことだけどさ、うん、昔はなんて思ったのって帰ってこれんじゃん時間で、ね、でも沖縄より近いね、宮崎より近いとか宮崎より安いとか言ってたよね、うん、まだこの先行けるようになると思うからその時も行けばいいんだけど。そうだね、マジでソウル鹿児島、ソウル鹿児島応援してください。ソウルに行けたら応援してください。